はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。リブログです。私たちは大阪に来てます。やってまいりました、大阪です。はい、また来ちゃいましたね。今日はじゃじゃーん、本日はエルレンタカーさんからレンタカーを提供いただきましたので、こちらのねハイエース、ラグジュアリーのハイエース、ラグジュアリー、後で見せますけどラグジュアリーです、うん、はい、ラグジュアリーハイエースで1日大阪を遊び倒したいと思います。はい、行きましょう行きましょう。出発しました、行きましょう。めちゃめちゃ広いよ、坂からめっちゃ離れてるよ、見て。そう、この間にまた一人が座れるぐらいの、めちゃめちゃ広いよこのハイエースはすごいよ。席もあのこの前の席もめちゃめちゃカンフォタブルだし、今出発したばかりだけどまずは食べに行きます。お腹空いてる。大阪といえばたこ焼きもう 50-50 のチャンスがあったのにあ、お好み焼きですかはい、いいですね、大阪いい感じのお店を見つけたけど、ちなみに後ろ後でレナ社長が座るけど、これめっちゃ広くないですか。広いです。どうですか。大きいですね、さすがにさすがに10人乗りのハイエース。 OK です。ただその分室内空間めちゃくちゃ広いし、うん、普通の10人乗りのハイエースと違って中を豪華な仕様に変えてるので高級感があるよね。まあこれはもう席でわかるけど、あのこう白い席で本当に座りやすい席で、で後ろに乗る人のためにもかなり豪華になってて、それ後で紹介します。後でレナ社長が後ろに行くと思いますが、そうだよ、社長だから。調子に乗るなよ社長社長だからもうドライバーが行って今日2人で来てるけど本当はね5人6人7人とか大人数で旅行するときにマジで最高だと思います。家族とかで、うん、なんか1泊2日のどこかで旅に行くのがこういう車が一番いいでしょう。めちゃくちゃいいと思う。そんな感じの車です。わ、すごいね、大阪ってこのチンチン電車走ってんだね。ここ住吉大社。はい、ということでまずはお腹が減ったので住吉大社からすぐ近くのお好み焼き屋さん。あ、着きました、お好み焼き白樺。めちゃめちゃ雰囲気可愛くない？ね、行きますか。やってるかな。あ、すいません、こんにちは。めっちゃ雰囲気いい感じの、何食べましょうかね。後ろにメニューが焼きうどんとかネギ焼きとか、あとは、これ焼きうどんにしようかな。焼きうどんと、あとお好み焼きのエビ玉とタコのニンニク焼き、お願いします。てか中の雰囲気めっちゃいいよね。本当に昔を思い出させる柔らかさがある感じ。すげえいい匂いするね。お腹空いた。楽しみです。ペロッと。焼きうどんのその焼いてるところカリカリになってるのがいいよね。
ありがとうございます。わあ、めっちゃ美味しそう。じゃあ、いただきます。めっちゃ美味しい。味付けが濃くて美味しい。うまっ。なんか麺が一部カリカリになってて、ちょっと焦げの香りもして、タコ美味しそうだね。タコめっちゃ美味しそう。はい、ありがとうございます。あ、ちょっとちょっとちょっと、見てこのプリプリのデカさ。そう、でかいよね、1個ずつ。うまっ。ガーリック、これはね、ガーリック、ガーリックのパンチがすごい。あとネギのいい香りもして、そもそもタコプリプリ、これビール案件です。うまっ。うまっ。カメラ、カメラで。ありがとうございます。マックね、ここギャグやからバージョンで。はい。これ梅ピッコや。はい。で細かく振るわ。あ、そうなの。でまた一回で細かく。下まで通ったら細かく振るわ。はい。この細かく振るわすのが。なるほど。勉強になりましたね、社長。うまくいった。本当に、良くなりました。ありがとう。ありがとうございます。ドイツ人が、はい、お好み焼きの切り方を学びました。はい、90のおばあちゃんが切れて、スポーツマンの大学生の孫が切られ、力あるものは大きく切ろうとする。あ、なるほど。おばあちゃんな、これ力入れたら震えるやん。はい。それが抜群に切れんねん。そういうことすごいな。いただきます。うん、ふわふわ。なんかマヨネーズとケチャップとからしの風味がする。だから他のお好み焼きの味付けがちょっと違う感じはする。おいしい。日本語ってやっぱり難しいですか？すごく難しい。はい、いろんな難しさがあります。な、敬語とかな、丁寧語とかな、はい、それに違う。はい。ペロリ一瞬でなくなりました。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。ありがとうございました。ここはもうやられて長いんですか？64年。64年。2代目。すごい。やね、この人のお母さんがやりはる。そうなんですね。中の雰囲気も外の雰囲気もめちゃくちゃいいですね。ありがとう。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いい旅してください。はい、ありがとうございます。すごいいい感じの夫婦でやってるんですね、このお店。はい、ということでお腹いっぱい食べました。めっちゃ美味しかった、全部。いや、よかった、あそこのお店よく見つけましたね、白川さん。そうそう、ご主人もお母さんもめっちゃ優しい。そう、いろいろ喋る。なんか喋るさ、感じがさ、大阪弁なのかな、あの喋り方。あの喋り方大阪弁でしょ。すごい柔らかくない？なんかあの喋り方超落ち着いたもん。あ、そう。優しくなんか包まれる感じの。いいですね、大阪の言葉。はい、戻ってきました。はい、青になりました。住吉大社です。ちょっとなんか雰囲気的にあれに似てない？豊川稲荷。そう、俺も思った。豊川稲荷もね、動画にしてるんで、ぜひチェックしてみてください。うわー、なんかいいね、景色。こっからの景色すごい綺麗。カステラ。社長、出店ありますよ。もうカステラ。何？かません。本当に大好物かません。それ違うよ。あれ、部下の大好物だね。社長。リンゴ飴はいいよ。なんか止まっちゃった。行きますよ。この橋が有名だよ。あ、これ？Yes. すごい角度で上がってくね。でしょ、なんかこうギュンとしてる。これ足腰ちょっと弱いと危ないね。ああ、でもなんか見るのがいいから、あとでちょっと違う角度からこう橋を見た方が、ね、どうぞ登ってってください。はい、滑らないようにね。ね、 あれも狭い。社長、滑らないようにね。社長、滑らないようにね。滑らないよ。
あ上からいい雰囲気、いい景色、いい感じ。あ、本当だ、こっちの景色すごい、ね、いいよね。あ、綺麗だね。私はこういうのが好きだよ、そのバラの屋根の作り方、いい感じじゃない。住吉大社すごい広いね、中、思ってた以上に、思ってた5倍ぐらい広い、ね、まだあっちの奥もあるもん。そうだね、ここになんか30メートル先になんとか小宝の種貸し神社って。どういうこと？子供に恵まれる神社、はい、行っときましょうか。レナ、これだよ、これ種貸し神社。 OK です、行きましょう。 OK って何を願ったの？え、子供が100人生まれますようにって。これも撫でとこ、こうやって、はい、お願いします。最後お守り買って帰りましょうか。はい、交通安全と子供守り。最近お兄ちゃんに子供が生まれたので子供守りを買って帰りたいと思います。はい、ということで入り口まで戻ってきました。そうだね、今は浜線を食べるチャンスだよ。浜線お腹いっぱいなので、ね、今日はパスで。お腹いっぱいでもデザートは入りますよ。なあ、デザートを探します。探しました、もう決定しました。行きましょうか。では、はい、行く前にちょっと見せしますか。ちゃんちゃん、これだよ、もうめっちゃ社長って感じだよ。あとはこれ、もうそうやったらすごいね、寝れるね、マジで。リクライニングしてオットマン出てきて、独立のソファー型の椅子、10人乗りだから後ろが8人、前が2人。はい、ちょっと後ろに行きますよ。2列目、3列目も独立ソファーじゃん。これ、あ、ベッドになってる。もうここで完全に寝れるじゃん。あ、なんかここから見るといろんなこうおしゃれなライトがついてるよ、上。ちなみにこのすごい快適のベッドはオプションだけど、あとはあっちにテレビがあるけど、それにあの YouTube とつながるケーブルのオプションとかもあるし、あのちょっとこれを1泊2日で使うときにでかい充電器みたいなのがオプションでつけれる。だからここでこう泊まりながらパソコンでめっちゃ作業したい人とか。ちなみにどこに座っても、うん、USB のポートがあるよ。だからここでも携帯が充電できるし、あっちでもできるし、前にもなんか2個あって、あそこにも充電できるしね。そう、私は社長の席に戻る、タカが運転する。はい、 OK、 シートベルトして、はい、社長の方は快適に準備できてますよ。ドライバーさんは行けますよ。はい、じゃあドライバーさん行ってください。おい、行ってください。ドライバーさん生意気なやつだな、本当に。あー、いいなこれ。本当にみんなで旅行行くと最高だよね、後ろの席の人。そう、ではでは、次の目的地まで何分ぐらいですか？10分。 In 150 meters, turn left. In 150 meters, turn left, please, driver. Shut up. Turn left. Turn left. Turn left.後で運転交代して、俺も後ろに座りたい。やだ、ちょっと、おい頭出せ、こっちに。なあなあ、頭出せ、こら。なあなあ、今、ごま団子屋を見つけた。うわ、美味しそう。へえ、うわ、美味しそう。うわ、美味しそう。いや、うん、もらいましたね、ごま団子。ふふふふふふっとしてる。いい感じじゃない？ここごま団子専門店だよ、すごいね。こういうのが あるんだね。お、いいいいいい、これ、うん、うわめっちゃ美味しい。ごま団子、中にあんがたっぷり入ってる。うん、ごまだよ、超美味しい。あ、ちょいよ。うわ、うまっ。中のごまトロトロじゃん。で、外のごまカリカリでしょ。これはうまいわ、マジで、うん、今まで食べたごま団子の中で一番うまい。うん、めっちゃおいしい。
このあったかいのがいいよね。うまごま団子専門店ふーちゃんおすすめです。めっちゃめっちゃいい。ここだよ。わあ、なんかめっちゃフランスって感じじゃない？確かに。ちょっとヨーロッパ感めっちゃある。そのバルコニーとか。中で食べれるのかな？駐車場あります。これミニプラリネ。なんかもう宝石みたい。ツヤツヤしてる。そう。せーだよ。これもおしゃれ。瓶割ったみたい。ああ。このメニューめちゃめちゃ全部美味しそうだよ。でも全部食べたい。俺さっきミックスジュース見つけたけど超美味しそうだったよ。いちごのミックスジュース。あの値段をするミックスジュース見たことないよ。こちらの、ミックスジュースとココラピスタチオ。おーすごっ。すごっ。サブリングしてる。ありがとうございます。すごっ。何これ。やばすごいじゃん。すごくない。はい、何これ。ドライアイスが入ってたんだって下に。ああレナのそれも美味しそうだよ。ショコラ。ここでナイフとフォークをもらいましたので、ナイフとフォークでこちらのケーキを食べようと思ってます。うわ美味しそうじゃない。ピスタチオだね。ガッツリピスタチオ。うん、めっちゃダークなチョコラットで、ピスタチオの風味はちゃんとやってて、クリーミーだけど一番下がちょっとカリッとするレイヤーがあるから、もう爽やかって感じ。すごい高級な味がする。うまそう。タカのやつはいただきます。あのイチゴの上に乗ってるイチゴめっちゃめちゃ美味しそうだよ。うわめっちゃクリーミーで濃厚。これは1400円の味。イチゴうまい。勝手にイチゴ食べた。勝手にイチゴ食べなかったな。タカが気づいてないな。甘っ。美味しいよね。え、こんなちっちゃいのにこんな甘いの。いいよね。なんかサービスでくれたパイ生地に入ってるマロン。なんか優しい甘さ、そのパイのパリパリのが私は好きだよ。こっちね、よく見える。この上になんか乗ってるキャラメル焦がしてんじゃない。違うかな。そう。お、上食べるの。さっき上食べたでしょ。信じられない社長だね、マジで。いただきました。もうプチフランスまでのトリップが終わったね。最高スイーツでしたね。ねえ、美味しかったし、雰囲気も良かったし、はい、自分の顔映ってないよ。ずっと映ってないよ。個性が来た。そうだよ。なんか俺こう見るとさ、あのミシュランくんみたいじゃない？あのポコポコしてるやつ。ミシュランくんだよ。やばいね、はい。大阪やっぱり楽しかったですね。あ、もう暗くなってるから、今から私たちのすごいハイエースを返して名古屋に帰ります。今日借りたレンタカーの情報は概要欄に詳しくホームページ載っけてますので、ぜひチェックしてみてください。ではこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。